こんにちは、シーバードです。今ですね、私シーバードはギターをカスタマイズしている最中でして、どのギターかというとこちら、滝川一郎さんモデルのフェルナンデス RE180C。 実はこのギター2本所有しておりまして、1つをですねカスタマイズしようということでもともと購入しました。なぜ2本も買ったかというと、このフェルナンデス RE180C はですね、まず一つは普通に弾きやすい。ボディが若干薄めで、ネックはギブソン的な太さを持っている。かなり自分の体にフィットしているギターだと、めちゃめちゃ弾きやすいなというところと、ウッドスペックが非常に素晴らしい。今はですね、なかなか手に入らないホンジュラスマホガニーがボディとネックで使用されておりまして、トップにメイプル。そして指板はエボニー。非常に素晴らしいマテリアルです。今現在はですね、EMG の81が乗っかっているんですが、まあその辺も変えつつですね、今ですね、どういう状態にあるかというと、こういった感じで黒パーツをクローム系に変更しました。そしてノブも交換して、まあこれだけでもね、結構雰囲気は変わりますよね。で、フレットが結構削れていたので、スリークエリートさんにメンテナンスを出して、プレックをやっていただきました。プレックというのは立体的にギターを計測して、機械でフレットを整えていく。まだね、あんまり日本には入ってきていない機械なんですけれども、これがめちゃめちゃいいんです。一度取材させていただいておりますので、まあそちらの動画もですねぜひご覧いただきたいんですが、弾きやすいウッドマテリアルが素晴らしいというところで、今自分の中でこれこそが最高だという風な状態にカスタマイズしたいと思います。でですね、一旦ここまでパーツを交換したりなんだりして整えてはきたんですけど、こっからどう動くかというと、ボディのトップをですね、リフィニッシュしようと思います。それで千葉にあるとある工房にですね、こちらのギターを今預けておりますので、これからですね、リフィニッシュの動画を撮りに行きます。で、一日ではできないので、まずはトップを剥がす。今日はですね、剥がすところですね。そしてその剥がしたですね、メイプルの状態、メイプルの色なんかを見ながら、どういう塗装にしようかなっていうところをオーナーとお話ししていきたいと思います。平らなものだったらそのまま結構こう押し付けながらバーってやる、うん、そう、大体まあ多分、まあ、びっくりするかどうか。最初は厚めというか粗めの感じの、最初は60、結構粗いやつですね。ここから始めていって剥がしていっちゃって大丈夫。あ、お願いします。じゃあ行きます。ちょっと老眼鏡最初は厚みが分かんないから、はいはい、目が出てきました。ちょっとあの様子見ながら、これまだサンディングシーラーで透明な層がある、ね、あ、この下にまだあるんですか。この下にまだ、あ、だから8割ぐらいこの粗いやつ、ね、メイプルが徐々に見えてきて、結構目がありますけど、思ってたよりも黒は入ってないね。黒い、はい、割と白っぽい感じですね。でも目がやっぱ薄いですね。なんかグリーンっぽいのは、
確かに若干なんか緑がねありますね下に。端がどこで切るかね、バインディングがないから。これちょっとアーチがついてきたらちょっとあのクッション、あ平らなやつだとこういうクッションが、はい、直接貼って押し込むようにすればもっと強力なパワーで。ちっちゃくなりますね。これはちょっと同じ径がちっちゃい。このペーパーも、はい、こっち向きに剥がすとこの割れる可能性が出てくるでしょ。こう回ってるから外向きにこう削ると割れる可能性があるから、こっち向きの中に削る、ね、逆回しもできるんですか。逆回しはできないけど、こっちとこっちで向きが違うから。そうかそうかそうか、はいはいはい、内に来るように、上の方を使って、緑は染み付いてるのか、もしくは塗っているのか、最初から塗ってた感じですか。村っぽさを出してたのかな。ちょっと今の状況じゃよくわかんないけどね。確かに村っぽいのはありました、うん、それをこのグリーンっぽいのでつけて、はいはいはい、目がもっと鮮やかというか見えるように。最初からですね、塗装の下ですもんね。どうしてもこういう機械であるから、デコボコ、まんべんなく剥がしてるから、そんなデコボコはないけど、まあ、これくらいになったらちょっと硬いやつで。まあ、ネックの横とかは割と手でやる。ぴったりサイズにする。そうすると脇は削れないな。それもヤスリです。これはね、カッター。カッターちょっと削って、スクレーパーみたいな。はい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 。厚めな方でした、塗装は。まあ、標準くらい。
細かいところですもんね。ネックの脇とそのボディにも塗料がグッと乗ってるからね。端っこ角っこは入りやすい感じなんですかね、塗料が たまりやすいでしょ。そこもボディとネック この芝サイドも同じに塗られてるから、うん、そこをきれいにこう切るように剥がさないとダメだろう。柔らかいとこと硬いとこがあるんだよね。うん、節によって、うん、こう節のとこが硬くて、はいはい、こういう節のないとこが柔らかいとかあるんで、水を含ませるってことなんですか、うん、それは。ペーパー目とかで結構グッとこう切って押さへこんだりしてるんで、それをちょっと湿らして袋を戻すっていう。でその時にこうシーラー拭いた時の木目が濡らすことでイメージ感が、ね、イメージを確認するっていうか、ね。あんまりこう穴に入らないように表面は、ね、ちょっと目が見えてきましたね。まあ割と面白い。さっきあのサラサラしてたでしょ。はい。今度一回これ濡らして戻すとちょっとザラッとかかる。それで最後仕上げの245度。あと打痕なんかも割とこうへこんでるとこが出てくるから、これは結構大切な作業なんで。
作業場はご自身で作ったんですか？作業場は外側だけ建ててもらって、中は側だけ借りて、中は全部。大丈夫です。これはシーラー。これはね、シーラーといえばシーラー。これで塗装のりが良くなるっていうふうに考え、塗装との密着が良くなると。ニス系なんだよね。アルコール系のセラクニスって、はい、じゃあ普通に床とかに、これだけで塗装するものもあるけどね、これは色なしってことですもんね。これはもう色なし、そっか、ニスは色ついてるのもありますもんね、ちょっと濃いめが作った作業です。あとで埋めていくんだよね。ああ、そういうことなんですね。やっぱりラッカーっていうのはそういうちょっとしたひび割れも表に出ちゃう感じなんですか？極薄だと。極薄だと。まあ、あとここにこうサンディングシーラースポットで、こう足して、乾燥してこう。ああ、平らにして。埋めていくっていう。縁がいい感じになんか目立ってきましたね。さっきの真っ白な時の木よりも。木の隙間を埋めて、でなお塗料との密着が、ラッカーの層を作っていく。ああ、